ダメだ。絶対にダメだ。敵は半端じゃねえ化け物なんだ。前回はあの次元ってやつに負けたんだろ。そんなことはお前は考えなくていい。桃式の時は一緒に戦ったじゃねえか。お前はカーマの力に飲み込まれそうになるかもしれねえ。住民の避難が始まったよ。次はカワキをどこに隠すかだな。カワキにカーマをつけるため一式は必ずここに来る。投資されりゃ一発でアウトってわけだ。しょうがねえ、あれを使うしかねえか。わかった。みんな早速移動するぞ。俺とボルトはまだ話が。ああ、早く来いよ。ここにはかつて根と呼ばれた暗部の地下施設がある。ここに白眼に対抗する施設が。根のリーダーだった団蔵という男は強力な白眼を使うヒューガ一族のクーデターを恐れていた。それに対抗するために作られた施設だよ。そんな施設にかくまってもらえるとは助かるな。あなたにはカワキ君の容態を見ていてもらう必要がありますから。平和になった今もう使うことはないと思って封印したんだから。この結界は君にしか解けない。ああ。これからこの里に大筒木がやってくる。大筒木ってあの中忍試験に現れたやつね。あんなのがまた来るってのか。こりゃ気合い入れていかねえとやべえな。でも鹿丸さんは忍界一の策士と言われているお人だ。きっと大丈夫さ。この強敵に対し今回は何の策もねえ。俺は今まで何手も先まで読んで戦いに臨んできた。だが今回ばかりは全く先が見えやしねえ。誰も死なせやしねえと言い切ることもできねえ。なのにお前らには体を張って戦ってもらわなきゃならない。何言ってんのよ。鹿丸だけにそんな重荷を背負わせるわけにはいかない。何としても里を守るさ。みんなもそう思うよな。当たり前ですよ。俺もやってやります。この里を何としても守るぞ。俺はいつだって死ねる。木の葉のために。ナルトもそうだ。サラダが言っていたな。お前がまるで別人のような力で敵を倒したと。カーマの解凍が相当進んでるってことだろう。体が完全に乗っ取られて里のみんなに何しでかすかわかんねえ。みんな聞こえる？チャクラデータ該当なし。来やがった。この辺りは避難にもう少しかかりそうです。どこかに隠したか。みんなカワキを頼むってばよ。まだ避難が終わってない箇所がある。急がせないと。何人か殺せば差し出すかもな。お前の好きなようにはさせないよ。ああ、こんなやつナルトが出向くまでもねえしな。試しに殺してみるか。そんなことは俺たちがさせん。君は怪我人なんだ。七代目もパパも戦うんでしょ。なら私だって死んだが。なぜ死ぬと分かっていて向かってくるのか理解に苦しむな。忍びというのは超大玉螺旋丸。よくもやってくれたな。カワキはどこだ。言うわけねえだろ。なことよりこの間の決着をつけようぜ。やってくれたおかげで避難は完了したわ。他のところももうすぐ終わる。あ？
け。ようやく俺も覚悟が決まった。懲りない連中だ。ナルト、手裏剣でも屋内でもいい。飛び道具で援護してくれ。宿儺彦。変化の術か、小賢しい真似を。さりとてお前ごときに何ができる。ボルト、これが次元に連れ去られた時と同じような術。ボルト、あいつどこだ。ここはこのガキ、桃式のカーマ、どこまで力を使える。ぶっつけ本番だったけど、うまくいったぜ。バカ野郎、無茶しやがって。あとは倒すだけだぜ。下等種どもめ、すぐに後悔させてやる。ボルト、一体ここはどこだ。さあ、わかんねえ。奴の寿命はせいぜい2日。アマドが喋ったか。桃式の器、渦巻きボルト、すでに70、いや 80% 以上か。左、邪魔だ。時空間忍術で戻るのは簡単だが、このままではイタチごっこだ。火影と内葉がくたばれば、里の人間どもも勘。なめんじゃねえ。そう簡単にはいかねえってばよ。お前には何もない。お前自身が自分を嫌う、その穴からこぼれ出るだけだ。だからこそお前にカーマを与えた。おりゃ、お前が眠っている間に意識が復活し木の葉に現れた。奴を倒すべく火影殿たちが今。ナルトとサスケは意識を追って別の空間に飛んだ。今感知班が全力で痕跡を追ってるところだ。追うんだよ、俺のカーマで。落ち着いてよく見ろ。だが転生は次元のカーマによってなされた。ひとたび転生が起こると、他に用意したカーマは一旦全て消去される。奴がこの葉へ来た目的は、もう一度この俺にカーマを刻むため。それを阻止するために七代目たちが必死に戦ってくれている。相手はあの次元以上の怪物なんだろう。もってあと1日か2日。行こう。次はサスケさん。無事か。お前らと来たら親子揃って。貴様ならそう動くと思う。しかし、いくら寿命が迫っているとはいえ。確かに実力だけを見ればそうだろう。だがしかし、勝ち目がないわけじゃない。そこを動くなよ、内葉サスケ。利用価値とはどういう意味だ。だが単なる食事とはわけが違う。土に埋めて水をやりゃいいってもんじゃない。お前、俺を殺せねえんだろ。前にボロってやつが言ってた。アマドの話にあった真珠のことか。多分な。その計画に俺のことを利用するつもりなんだ。食わせるんだよ、十尾に。
生きたままの大筒つきをな。指一本でも動かしてみろ。躊躇なく行くぜ。覚悟ならとっくに決まってんだよ。やつの寿命が尽きるのを待つしか手はない。サスケさん、星を襲うとき大筒つきは必ず二人一組でやってくるが、その一番の理由がこれだという。自分の命を犠牲にしてまで身を得ようとするなんて。奴らにはカーマがある。あ、そういうこと。うまくできてやがる。格下のカグヤが生贄となり神事を生やす。意識は次元の体内に寄生することを余儀なくされ、しかもカグヤ抜きでやるしかなくなった。どうしたスミレ。まさか意識は自分の身代わりに。お前を殺すつもりはない。勘違いさせたんなら悪いが、お前を傷つけること自体には何のためらいもないんだ。すでに死ぬ覚悟はできてるんだ。お前は食われるんだ、十尾にな。もともと意識自身が生贄となる予定だった。ボルト君が現れたことで新たな選択肢が生まれた。実はチャクラの実にも出来不出来がある。いい神樹にはいいチャクラの実がなる。死期の迫った不健康な大筒つきよりも。そんな若。奴がボルトを殺したくねえ理由はよくわかった。だが、おいアマド、言えよ。どこまでてめえの思惑通りにことを運んでんだ。汗はかきにくい体質でね。なんだとこら。クソガキめ、何イラついてやがる。俺はただ常にその時最善だと思える選択をするだけだ。お前があれほど忌み嫌っていたカーマは消えた。火影殿たちが勝つ見込みは薄いかもしれないが、何もできない苛立ちは理解できます。お前を苛立たせるのは単なる無力感か、それとも力を失った喪失感か。ひどいありさまだな、ナルト。俺は火影だ。里やみんなを守るためなら命だって惜しかねえ。アン野郎の寿命が尽きるまで。で、どうするつもりだ、ナルト。お前本当に死ぬ気だな。ああ。だったら一つだけ手がないこともない。本当に最後の最後、正真正銘の奥の。お前、それ早く言えよ。そんな言い手があんなら。やらなきゃどの道死んじまう。とはいえ、覚悟のいる決断だ。クラマ、頼む。いいんだな。ああ、覚悟ならとっくにできてる。火影になった日から。お前は十尾に食われて死ぬ。神樹を生やすためにな。まさか、やつか。父ちゃん、その格好は。あいつは俺が倒す。凄まじいチャクラだ。まだそんな奥の手を隠してやがった。こいつは今までの形態とは全くの別物だ。命が尽きるその時までな。無駄な動きはできるだけ控えろ。余計な邪念も取っ払うことだ。加藤氏だ。来いよ、大筒つき。本気の覚悟ってば見せてやる。今までのあいつとは桁違いの力だ。なめやがって。おのれおのれ。
その義手、チャクラで動くタイプか。それは本来七代目専用に作られたもので、七代目のチャクラでしか動作しません。何？驚いた。七代目のチャクラが弱まってる。その急激な能力の強化はまさに命を削る。残念だが。なんだ、何が起きた。貴様、何をしやがった。どっちが先にくたばるか、こっからだぜ、本当の賭けはよ。まず間違いなく奴を凌駕するだろう。ただデメリットが大きすぎる。チャクラってのは繋がってるからな。わしらの命を削って生まれるこの力は。なんてことだ。すでに20時間以上残っていたはず。それがいつの間にか30分を切っている。これを食らうことそのものがまずい。今さら手遅れだぜ。黙れ虫けら。やはり最後に勝つのはこの大筒木一式だ。ナルトは無事なのか。俺に分かるわけねえだろ。七代目がなんだこれ。何を。なんだあの無様な右手は。ほかげ、お前のチャクラで動いていたわけが、お前らの言うつながりとやらのおかげでカワキを探知できたんだからな。大筒木の仕業でしょうか。わからん。何も断定はできないが、もはや打つ手はない。まずい。いやあ、カワキ。こいつが大筒木一式。危ないところだった。現時点で余命興奮ってところか。せいせいするぜ。てめえの命が尽きる瞬間に立ち会えるなんてな。お前の体を我が器としてな。逃げろカワキ、時間を稼ぐんだ。ジタバタするな、怖がることはない。何？カワキ、どこでもいい、隠れろ。間抜け。投資能力を阻害する粉塵。距離を取れカワキ。カワキ。俺から逃げ切れるとでも思っているのか。ああ、危なかった。せ、このままでは拉致が開かん。いいだろう、カワキ。20秒以内に出てこい。さもなくばこいつの腹を蹴り破って殺す。くそ、下道が始めるぞ。20 19。隠れても無駄だと何度言ったら分かるんだ。10 5 4 3。待って、待つさ、親子なのだから。5 4 3 0。お前が欲しがらなければこんなことにはならなかった。何一つ持ち合わせてない。空っぽだ。何度でも。16!
15。何を得ても満たされることはない。14、13。いいんだカワキ、そのままじっとしてろ。11。なあ、本当に俺の中にもあんのか。お前の中にもちゃんとあるってばよ。昔の俺を見てるみてえだよ。ほっとけねえんだ。3、2、1。今日からお前は俺の弟子だ。何の真似だ。忍びにでもなったつもりか。七代目に弟子入りしたんだ。この一式の器として消えてなくなるだけの存在だ。他にもいろいろ教えてくれた。奴が与えた右手のせいでお前は見つか…何も分かってねえな。七代目のいない世界なんて俺には何の意味もない。当然の結果にしてこれが現実だ。何度も肝を冷やしたがな。おっと、そろそろ寿命が尽きるようだ。惜しかったな貴様。うん、教えてくれねえか。あと何秒だ。何抜かしてやがる貴様。どういうことだこれは。バカな、どうなってる。顔は確かに刻んだはず。影分身の術。カワキ。単なる器ごときにまんまと出し抜かれて死んでいく。七代目。驚いたってばよ。まさか影分身とはな。まだ練習中だ。サスケ、お前の方こそボロボロじゃねえか。はぐらかすな。お前が見せたあの力のことを聞いてるんだ。ボルト、お前。まさか本当にあの一式を倒すとは。もしくお前なのか。こうして出てくるのは二度目になるか。その声。厄介な時空間忍術は封じた。これで貴様らはどこにも逃げられる。やはりいいものだな。自由に動けるというのは。お前も自由になったのだカワキ。なんてざまだボルト。てめえふざけんなよ。大つつき一式の魂は完全に消滅した。もっと笑うが束の間の自由だがな。お前の場合は諦めろ。意識はもういねえ。聞こえてんだろボルト。そんな奴に操られてんじゃねえ。さっさと目覚ましやがれ。十尾に食わせる餌がねえ以上。果たしてそうかな。解凍は相当進んでいたようだな。これならいける。なんだと。大丈夫かカワキ。カーマそのものは消えたかもしれん。すでにボルトと同程度。解凍は8割方完了している。その体に溶け込んだ大つつきのデータは今も消えずに。そう、お前の体はもはやほぼ大つつきのそれなのだ。多少小さめの木にはなるだろうが、ある程度の実は収穫できようだ。なんだと。つまり神樹のための生贄として十分使えるという。一式がどこぞに隠した十尾を手に入れ。カワキ、いい加減にしろよ。どいつもこいつも俺を物扱いしやがってよ。お前を食わせて我が身をいただくとしよう。こいつ、今の攻撃は
カーマを使えば簡単に吸収できたはずだ。貴様自分のまな弟子を手にかけるつもりか。なのに、ウチハサスケ、たとえ殺すことになってもな。アマテラス！ボルトはチャクラを大きく消耗し意識を失った。まただ、やはりそうか。逆を言えば、チャクラさえ回復させればボルトの意識が戻る可能性が。吸収することでボルトのチャクラが回復すると困るからだ。他に理由がない。根拠はあんのか。カーマだ。奴はカーマによる術の吸収をやろうとしない。打ちはめ、どうやら感づいたな。手負いとはいえ、チャクラを吸わせるか。奴の懐に飛び込み、至近距離からカトンを食らわせる。奴の狙いはお前だ。もし俺がしくじったら、お前だけでも逃げる。この術には一度してやられたが、なるほど、便利なものだ。逃げろ、早く。無駄だ、もうどこへも逃げられぬ。つくづくめんどくせえ野郎だぜ。なんだと。これは分身ではない、自分を燃やしている。せっかくの生贄を失ってたまるか。くそ、やむを得ず吸収してしまった。大した回復量ではない。まだ寝てろ。もう行くぞカワキ。いい加減もう引っ込んでもらうぜ。こうすりゃちっとはすっきりするだろう。やめろ。お互い様だ、クソ兄弟。ナルト、そろそろ最後の時が来たようだ。ああ、そうみてえだな。僕に落ち着いてるじゃないか。今さらジタバタすんのもなんだしよ。それに、あいつらが大筒木を倒すところも見られたしな。言うことねえよ。ひまわりやひなたに別れを言えなかったのは残念だけどな。実際話してみると、カワキは悪いやつじゃなかった。あいつと話したのか。でもよ、ボルトとカワキ、本当の兄弟みてえだな。あいつら刺激し合ってどんどん成長してやがる。まるでお前とサスケみたい。俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあったけどよ、俺のそばにはお前がいてくれた。うん、ある意味で兄弟以上さ。考えてみりゃ、お前とは生まれた時からずっと一緒なんだしな。何感傷に浸ってんだ、お前らしくない。まあ最後だし、思い出話でもするか。わしは憎しみの塊だった。生まれたばかりのお前の中に押し込められた後も、わしの中に渦巻く憎しみが消えることはなかった。この力のせいでみんなに怖がられもしたけど、それと同じくらいクラマには助けられた。人間ってやつは美獣の持つ力にしか興味がねえ。九尾だ八尾だと、お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでくれたんだ。クラマが名前を教えてくれた時のことはよ、よく覚えてるさ。あの時は本当に嬉しかったな。それによ、お前が助けてくれなきゃ、いつ負けてもおかしくない戦いばっかだったしな。最後にわしとお前であの大筒木に一泡吹かせてやれた。こんな時に冗談言ってんなよ。まあいいじゃねえかよ、最後くらい。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。俺も楽しかったってばよ。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。こうして一緒にくたばんのも悪くねえさ。ナルトよ、お前勘違いしてないか。何言ってる、もしかして。わしの命と引き換えに力を得ると、初めからそう聞いてればお前は躊躇しただろう。いや、
下手すりゃ反対してたかもな。それしか道はないと理解していても。クラマ、お別れだなると代償はわしの命だ。ナルト、お前じゃない。そんな目で見るな。わしはもう行くが、気ぃつけろよ。もうお前には以前のような超人的な強さはねえし、わしはついていないからな。クラマ、行かないでくれ。